はい、どうもタクタクです。今回もパズドラ実況やっていきたいと思います。今回はですね、前回のリベンジ、天魔竜の地獄級、闇の戦国竜、全属性必須天魔竜地獄級に挑みたいと思います。今回ちょっとメンバーは変えているんですが、ピッコロがドロイドラゴンがピッコロになっているということと、あと今回フレンドが海幸山幸になっております。なんか前回より条件が厳しいような気がするんですけど、うん、ちょっとねフレンドがいなかった早くフレンド募集しようかなって迷うぐらいのフレンドのいなさだったんですが、これでね挑戦してなんとかやってみたいと思います。前回はねちょっと操作ミスが多かったんで、今回は真剣に、毎回真剣にやるよと、素手でやりたいと思います。いくぞ挑戦。前回タッチペンだったんでね、間違って滑っちゃいましたが、今回は多分大丈夫なんじゃないかなって思います。よーし、うん、はいはい、先生が言ってよ。お、いきなりあるな、いきなりあるので、うん、ここを間違えないようにいこう。ここからだよ、ここからやろうか。ここから入って、ふん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 、いけるはずだ。いけるかな。うん、ここから行って、光を上で作って、木を作って、いけっかこれ。まあいい、行ってみよう。行きまーす。あぶねー、行った。あ、あ、行ってない行ってない、光できてない、光光あぶねーよかった、4属性入ってたからねギリギリやないか君。よし、これ4属性でいきましょう焦ったー、どうしようかな。光、水でいこうか。いきます。いやー、焦ったー。これどうだ。よしよしよし、いい感じだ、いい感じだ、いい感じだ。火と回復を消そう。はい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 、これどうだ。うん、いい感じだ、いい感じで来ているぞ。ここまた火を消そう。はい、回復もしつつ。お、あぶねー、大丈夫だよね。よーしよしよし、ちょっとその消さなくていいんだって本当に。はい、よしよしよし、回復ドロップを消しておこうか。うん、よし、ここで倒そう、ここで倒しましょう。こうやってちゃんとスキルダメもしてね、いい感じだよね今回はね、多分多分いい感じだ。よし、ここはマネキニャドラから倒した方がいいのかな。いや待て待て待て、こいつか。いや、マネキニャドラから倒そう。マネキニャドラから倒します。これで、はいはい、 OK。 4倍こう全力でやると死んじゃうからな。4属性でいこう。4属性攻撃でこいつをまず倒そう。4属性攻撃で、光、木、水、火だな。いきまーす。これどうだ？あ！大丈夫だ。あー、やっちゃった！やっちゃったかも。あぶねー！よし！いい感じだ。とてもいい感じだ。これは非常にいい感じだよ。いい感じ。いい感じはいい感じなんだけど。はい。
これだけでいい。よし、まずはいい。はい、 OK、 非常にいい感じだ。でここでなんか整地とかもしてった方がいいかな。僕実は整地覚えましたので今なんかすごく噛まなかった。僕整地覚えましたので、ちょっとここで披露したいなと思います。いくよ、いくよ。はっ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 、あ、整、どこがどこが整地やねんどこが整地だったんだよ。違う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 、ちょっとやり直そうやり直そう。本当にできるんだよっていうのを証明したい。できてないできてないよ悲しいねこれ。ダメだ、ちょっと遊んでる場合じゃない遊んでる場合じゃない、ちょっと真剣にやろうか。いや本当はね、整地して次にやりやすくしたかったんだけど、でもちょっともう一回だけ頑張るか。もう一回だけ頑張ってみよう。はいはいはい、これでこれで、はい、整地できてね整地できてねえ気がするけど、まあいいや。これで一回、あ、おお、危ねえ、倒そう、倒しちゃおう。よしよし、みんないい感じでスキルが溜まってきたんじゃないか。おい、やめてくれ。まずは、あと、違う違う違う、2ターン、あと2ターンか。マネキニャドラから倒そう。マネキニャドラ、マネキニャドラを倒したいのと、でも回復も入れないとやられちゃうので、4コンボ以上、4コンボ以上、いや、こいつらでいいか、こいつらでいいか。マネキンヤドラを倒さずに、まずは蜂の奴らから倒そう。普通に 4属性攻撃でいいか。4属性攻撃って難しいな。いきます。うわー、ダメだ、全然ダメだ。うん、端のやつからいこう。手招きしている、いやー厳しい。4属性攻撃、4属性なんだけどいけるかな。はい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 、よし、とりあえず下人は倒した。あ、マネキニャドラもいけるかな。ニャドラはいけないか。あ、いた、オッケー。よし、ここでもう一回稼ごう。デスボール絶対打てねえ。デスボール打つ自信ねえ。デスボールは打てないとして、よし決めた。はっはっ、決めたって何を。よし、4属性こっちから倒す。よし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 、いい感じだ。一体ずつ倒していきましょうか。かつ倒しきらないようにしなきゃいけないから、あああああ、まあいいや。うん、いい感じだ。こっちをじゃあ、はい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 、うん、じわじわ倒していこう。火のドロップを片付けつつ、回復ドロップも消していこう。これでどうだ。あー、消えちゃった、バカー。まあいいや。半蔵ね、半蔵は猶予、何の猶予もないぞ。半蔵はどっかでエキゾナ使っとけばよかったのかな。失敗したな。
よし、半蔵は倒そう。半蔵は倒しきりましょう。半蔵は倒しきって、簡単にできるはずだ。まず闇を作る。うん、あ、簡単だ。行こう。はいはいはい。これでもういいんじゃないか。はい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 。よし。お、全勝いた。さようなら半蔵。バイバイ。よし。問題は次だ。問題はここなんですよ。強敵、分かっている。まずは威嚇を使う。いきなり全力でいこう。あ、デスボール打てるぞ。いや、そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。デスボール打つ頃にはもう、デスボール打つ頃にはもう、大体のことが片付いてるんだ。3回の火。いや、3回の火でまだいいんじゃないか。でも光がないからな。どっちにしても光ドロップに変換できないんだ。であれば普通にまずはここは、不要ドロップを消そう。火と回復ドロップを消し切ろう。消し切れるかな俺の腕で。まあいいや。とにかくやってみなきゃわかんない。やってみます。いくぞ。あ、あ、あ、うわー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 。なんだ俺。本当に。端末のせいなのかこれ。また途中で手が離れたっていうか。いやー、ちょっと、ダメだ。呪われてる？ホラーゲームのやりすぎか？呪われてんじゃねえの？いやー、どうすっかなー。ちょっと光ドロップも何もない。とりあえずいっぱい消すか。火は絶対全部消す。回復も消す。いきまーす。これでどうだ？よしよしよし。なんで光が全然落ちてこないわけ？何これ？もうダメだ。もう4属性攻撃し続けないとダメだよ。闇、木、水、火がない。詰んだんじゃないこれ。詰んだなこれ。もういっぱい消すしかないって。もういっぱい消しましょう。なんだこれ。呪われてるぜ。わあ、やっときた。厳しい。発動して魔漢光殺法。もういっそデスボール打った方がいいんじゃないのこれ。とにかくこれで20倍を当てとかないときついぞ。20倍を当てよう絶対に。あとは操作ミスをないことを祈るだけだ。いくぞ。よし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 。やめてくれ。よし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 。うん、これは大丈夫。これは大丈夫と。いや、どうすっかな。きつくね。いや、俺がきつくしてるんだけどさ。きつくないか。4属性いけるこれ。優先すべきは水、木、闇。木は下で組んで、闇は上で組んで、水を左で組んで、光を上で組むか。それしかないかな。それで行こう。よし、行きまーす。行くぞ。これでどうだ。頼む。よし。頼む頼む。結構削れろ。デスボール。まあそうなるわな。いけるか、勝てるか。闇ある、光ある、木ある、水ある。よし、いける。超カメハメハを打って、よし、ここ絶対、これ絶対4属性、火も入ってないと倒せないな俺多分。どうだろう、倒せるかな。分からんな。上で、待って待って待って。
上で光を作る、水を作る。あ、オッケー、いける、多分いける。いくぞ、こっからいく、いきます。ん、もう一回行こう。うん、いける、よし、いくぞ。どうだ、これで、これで、ね、どうだ、ダメ、いったでしょ、これは。お願いする、お願いします、お願いします。やったー、倒したよかったー、はー、なかったー。泥、もうこれね、操作ミスが多すぎるよ、俺。よし、ちょっと見ていこう。あー、緊張した。あー、なんとかいけてからよかったもの。あー、よし、ランクアップしました。よかった、スタミナ回復した。はい、じゃあちょっと見ていこう。はい、魔法石ありがとうございます。はいはい、この信長はですね、もうすでに持ってるんですよ、実は。ててて超級をクリアした時に出てきたんで。ほら、2体目情報見る。うん、第六天魔王、第六天魔王降臨なんちゃら、戦国無双とかでもあるよね信長の通称が第六天魔王なのかな、ちょっとあんまり詳しくないんで、うん、すいません、知ってる人はコメントにください。なんで第六天魔王なのか、第六天魔竜か、うん、第六天魔王なんだよね。で、闇属性と攻撃タイプの攻撃力が2倍になると。うん、ドラゴンタイプなのに攻撃と闇属性が2倍になるのか。うん、まあ、あんまり使わないと思うんですけど、攻撃力はこ、ああ、劉備パーティーとかに入れるかもしれないですね、信長。うん、はい、というわけで今回は、なんだっけ、闇の戦国竜、全属性必須の天魔竜地獄級、なんとかクリアしました。ノーコンでね、いや、魔法石使ってスタミナ回復したしノーコンじゃないんじゃない、これは。ある意味、ある意味ねというわけで、まあ一応ノーコンテニューでクリアしましたので、ノーコンにしといてください。はい、そういうわけで、ノーコンチャレンジでした。ちょっとね、次回は一発クリア目指したいと思います。他にもね、いろんなダンジョンあるんで、炎の神秘竜とかね、ありますんで、やっていきたいと思います。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ではまた。